はいどうも、鏡一郎です。今日も一日一曲聴いていきましょう。インミーの、アンダードーズという曲ですね。この曲はもう僕またね、もう本当このシリーズ始まってからずっと中学校高校の頃の好きな曲をずっと紹介してるんですけど、これもそうです。これロックバンドですね。ロック結構かなり重い、3ピースバンドで、このデイブっていう、これ今めちゃくちゃ髪の毛長いんですけど、本当に初めて見た時、その当時ね、インロックっていう雑誌があったんですよ。洋楽の音楽の情報誌みたいなのがあったんですよね。でそれにね、インミー出てて、で本当なんかもう普通にそれに載ってたインミーはもうなんか、なんだろう、もうポップバンドというか、なんかあの時代だったらバステッドとかみたいな、バステッドっていうバンドがいたんですけど、そういうようなちょっとなんかね、ポップスみたいな感じのなんかグループかなと思って、まあ、正直その時めちゃくちゃゴリゴリのロック好きだったから全然興味なかったんですよ。あれサマソニーの本当始まった1、2年目とか3年目とかに出てたんですよね。一番最初に出てたもの。でも本当あの当時のサマソニーの出てたバンドめっちゃかっこいいのばっかだったけど、でもこんな可愛いっていうイメージだったね。その雑誌とかもなんか可愛いポップスのみたいな感じだったんだけど、そのサマソニの、ね、映像を見たらめちゃくちゃもうロックで、めっちゃゴリゴリロックやんって言って、でめっちゃ好きになって、でそっからもうね、 CD もあれは借りたのかな、なんか高校の頃女の子がと結構仲良かった、その洋楽について話すような女の子がいたんだけど、その子に借りた気がするんですよね。それもうすげえ全部いい曲で、この曲マジハマって、このね、アンダーグロー、なんだっけ、オーバーグローンエーデンだ、オーバーグローンエーデンもいいし、でこの後のアルバムのホワイトバタフライっていうのと、その後ね、デイドリームアナニマスか、アナニマス、でその後からちょっと聞いてないんだけど3枚目まではもうちゃんと出たんだって。でやっぱもうね、インミー全然有名じゃないから、ね、情報が入ってこないんだよ、基本ね。なんか気づいたらいっぱい出してと、気づいたら出てるみたいな。でやっぱね、でも本当音楽性は好きで、で2枚目のね、セブンウィークスとかもめちゃくちゃかっこいい、ホワイトバタフライのアルバムなんだけど、いや本当ちょっとインミーをちょっと掘り下げて聞いてほしいバンドです。あんま有名じゃないんですけど、ぜひ、いろんな曲聴いてみてください。鏡一郎でした。ありがとうございました。